こんにちは、ニコムギトロロです。よろしくお願いします。コントロー、おはよう。本日はベシザーソフトワークさんのスターフィールド、前回やったやつの続きをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回のまとめ動画、ぜひ切り抜き動画見てほしいんですけど、さらっと言うと、前回はチュートリアル、メインストーリー進めたり、最初の星をまったり探索して、結構銃撃戦とかバチバチやって、盗みを覚えて、原住民の人がめっちゃ強いみたいな。結構なんか旅ってより冒険って感じ。まあ、今回もね、割と自由に、元サイバーランナーとしての、当時の旅をまた続けていきたいと思います。それではやっていこう。猫麦、清涼セーブフロンティア、レベル3。こっからやっていこう。一旦この星はそこそこ探索したし、次の星行けって言われてた気がするから、次の星行ってみるのもあり。ニューアトランティス、え、なんかちょっとシティな感じがするけど、え、シティじゃない？あ、結構でかい、大きい街かも。すごい人がたくさんいる。すっごい。水族館とか あるぞ。水を見るのはいいものだとバレットは言っていました。水はいいよね。電力の大部分を高度水力発電で賄っています。へえ、水力発電で賄ってんだ。着きました、ロッジです。バレットから渡された時計を掲げれば、正面の扉が開く。バレットの時計が鍵になってんだ。これ探しに行かないと。それで仕事の準備はいい？え、試してみる？試されるの？トロロ行ったわ。時間をかけて慣れるといいわ。みんなに自己紹介しておいて。とりあえず仲間多いに越したことないしな。宇宙は何かと、ほら、広いし。きっと現場で必要になる。うん。頭には気をつけてね。頭には気をつけてってどういう意味？鳥頭って言いたいの？まあこれで多分一人で旅をするっていう選択もできるんだけど、まあ一旦怪しなれないかもです。かもかもです。人と一緒に歩いてみようと思う。仕事にファストトラベルってどうやってやらなきゃな。 F ベクテラ、ベクテラ、誰？信じられません。はい、あなたですか？本当に本物ですか？あ、出た、ファン。フロンティアの船長、近寄る私だ。そうそうそう、たまに熱心なファンが来るっていう。なんという奇跡。すごいな、ガチでファンじゃん。まるで運命だったかのように。運命はちょっと違うけど、日課を変えた。どうしよう、これぐらいにしとくか。私もなんです。そして今ここに最初の春が訪れた。熱心なファンだ。あの、ついてってもいいですか？いやー、ストーカーかー。ストーカーはちょっとな。ちょっと待って、どう言わしていない。身の程をわきまえていませんでした。仲間は多すぎると困るからね。あなたの方に遠くから見守りましょう。できればあまり遠すぎない場所から。どうかだ。なんだ、お酒だけでやってられないみたいな感じ。え、手短に話す。なり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 。スキを払ったら何が起きるんだ。これやったことないよね、まだ。数えさせてくれ。最後に来た時、モアラはレディアブルモアラについて教えてくれるのに、2500クレジットで。大騒ぎだったよ。金星？惑星一つだけなんて、パトロールのルートとは言い難いわ。これで終わりだ。いいか。え？わかった。待って、全然良くない、全然良くない。2500、2500クレジット。払ってこの情報しかないの、えぐいって。サラ、この2500も払ったんだけど。サラ、もういいわとか言って話切り上げちゃったけど。
まあいいか、一旦行ってみるか。いらないかもしれん。どこだ、この船体の中か。こちらヴァンガードのモアラ。 UC のモアラだ。回収することになったら申し訳ない。俺は船を修理し海洋星に向かう。海洋星に行った。次は艦隊を派遣し、今のうちに逃げ出すのが身のためだぞ。お、結構強気モアラ。おびき寄せるためにあえて強気な発言をしてるのか。なんかやたらと宇宙船が漂ってるわ。宇宙船が漂ってるわ。ヴァンガードかも。何かがおかしい。あの船が兵装を起動した。戦闘準備。待って、モアラの船が戦闘準備。民間船にする。応答せよ。ルッキングしてる。待って待って待って、やばいやばいやばい、急に戦闘始まった。急に木だ。敵対する船の多くは船のエンジンが停止すると乗り込めるようになります。オッケー、ある。木だ。来た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 。これでまた戦闘が始まるんだ。乗り込めー。よいしょ。これ結構強いんだよな、これ。これはボス。なんかいいもの持ってる。よし、来た。おお、来た。なんか新しい金色のアイテムがあと思ったけど、まだまだいるわ。あっちー。いや、ピストル最強っぽいな。この辺のアイテム全然拾っといた方が良かったのか。手をあげろ。前か。誰だか知らないが助かったよ。ちっか。みんな無事のようだな。無事だよ。無事に帰れれば何でもいい。だろ。2500円返してもらおうか。パトロール中に不思議なものを見つけたそうね。シドニアで基地に入れようとした。あれもらわないといけないんだった。店員に偽チタンを売ろうとしてると思われた。スキャナーとの相性が良くないの。レアメタルで稼ぐ人の役には立たないわね。はいはいはい。つまり宇宙船の装飾に使わない方がいいってことか。宇宙船の装飾に使ったの。長時間パトロールに出てるってのはみんなが心配していた。まあこれはちょっと伝えとくか。そのことか。ああ、最近はめちゃくちゃでな。2500円返してもらおうか。バルーン共振者ども、みんなもう諦めたのかな。そう感じないか。俺はスターフィールドで過ごす時間が長くなってきている。ふんふんふん。今日の様子を見るとあんたは太陽系から離れるべきじゃない。そろそろ太陽系の外に出るべきだ。実は苦労足りない。幸運を祈る。一旦幸運を祈るか。ああ、そうだな。目的があって来たの。あなたが見つけた妙なものなんだけど。そう、そういるんだよ。ああ、やるよ。救出に感謝してる。それが何かわかるといいな。くれんの。そんなところに、あの、来た。これマジどこへでも行けちゃうな、本当に。今日もたくさん銃撃ったな。もうちょっとなんかしたいな。お話と関係ない、なんか銃を撃ちたいな。賞金首にでもなってみる。賞金首ってどうやってなんだろう。市民を撃ったら賞金かけられる。手を挙げろ、手を挙げろ。無視される。え、ねえねえねえ、なんかこれお洋服屋さんじゃない。え、お洋服屋さんだ。見せてくれ。お気に入りの服が見つかりますよ。え、すごい。あら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 、ほー、フォーマルスラックススーツ、かっこいい。
ツ。企業戦士のボードルールームスーツ。企業戦士の洗練されたスーツ。ちょっとなんか忍者みたいな。これかっこいいな。あ、来た。こんな感じになった。いや、かっこいいんだけど。ちょっと今回ね、お仕事でやらせてもらったんですけど、このスターフィールド、なんと今、オータムセールで、とてもお得にゲットできちゃうって噂。これはね、結構ありだと思う。オータムセールまだ何買うか決めてなくて、なんかいいゲームないかなって探してた人。何時間でも遊べるゲームです。物もたくさん拾ったりして、アイテムコレクターするのもよし。ミッションをクリアするのもよし、お金稼ぐもよし、賞金首になるもよし、自分だけのね、お話を進めていけるゲームです。ゲットして遊んでください。ということで本日は改めまして、スターフィールド、ビセスダソフトワークスさんにご提供いただきまして、最新作、次世代型 RPG、宇宙を舞台にした、プレイしていきました。ぜひぜひ皆さんもゲットしてみてください。またね。